はい、というわけで、今日は、あるところにやってきました。そう、豆です。お、秘密のお留守番だ。そう、というわけで今回はね、アップデートがあったみたいだから、やってきたんだけど、え、どこここ見たことないけど、ここね、公園らしい。もうみんな知ってるよね。で、今回はね、公園をうろうろして、新しいやつをいくつか取りながら、なんかね、裏世界にも行けるみたいだから、裏世界にも行けるかどうか、挑戦していきたいと思います。え？裏世界なんてあるの？そうみたい。とりあえずさ、今回この豆吉できたから、ちょっと集めていくね。というわけでみんな、もうこの世界入ったよって人は、高評価お願いします。そしてアドバイスあったらね、みんなコメントで教えてね。全然取れないんだけど大根。高くない位置。あ、待って。こっちじゃない？そしてみんなちなみにこれは、かくれんぼモードだから、あの卵に見つかったらおしまい。お、ほんとだ、来そうだよ。ここ乗りたい。ダメだ、ジャンプ力。高すぎる。多分豆好きじゃ無理だな。どんどん探していこうか。ちょっと待って。めちゃくちゃ大ピンチなんだけど。俺来たんだけど。おい、2対2。あはは。豆すき遅かった。さあみんなもう一度挑戦しよう。さあ探偵が来ると多分ジャンプ力下がっちゃうから、ちょっと見たことないとこ行こっか。さあというわけで、ここなんかない。うわ、砂場だ、見たことない。あ、待って、あのなんか袋いっぱい置いてある。怪しくない？探してみようか。さあ、おお、何もない。何も入ってないんだ。みんなもう知ってるよね。みんなコメントにさ、どれぐらい新キャラがいて、何の新キャラかさ、コメントで書いてくれないかな。俺たちね、あんまり知らないんだよね。確かに。新キャラどんなやつか知らないね。あ、あ、なに？あ、入れんの？あ、入れた。みんなじゃ、ちょっと洞窟入ってくるね。洞窟っていうか、穴かな。わ、なにこれ？すごい。なんか、ポッキーの手で持つ部分だけが入ってるみたいな。なんか食べれそうだよね。違うか。え、なんか落ちてるんじゃない？お、確かに落ちてるぞ。おー、待って、なんかあるじゃん。でもこれさ、みんなジャンプできないからさ、無理じゃない？無理だよね。ジャンプできないからさ、あ、体の大きいキャラなら取れたのかな。まあまあまあ、とりあえず、ここにあるのは分かった。上に上がっていってみようか。さあ、というわけで、上がってきたよ。お、待って、これなんか上に寝れる？花壇の上？わ、ほんとだ、花壇だ。じゃ、この辺から多分城が行けるんじゃない？そういうことだ、きっと。え、待って。こっちにまず新キャラがないか見ようよ。この辺はフェンスがあるね。多分出れないな。わ、ほんとだ。ここに何かあるか探そう。よし。まだ探偵は一匹も来てない。うわ、探偵いるじゃん。なんでこんなとこにいんの？ちょっとやめて。探してるんだから、なんか。なんかある。取った！おし！アスパラガス！逃げろ！卵がいる！あはは！危なかった。取る前に。え？場外行ってるんだけど！ずるいって！え？みんな場外見つけた。ここから行くのかな？やっぱりでもフェンスのところだ。おし、じゃあみんな、今回ついていこう。完全に反則だ！さあ、今回雨降ってる。え？ちょっと場外に出る方法を探そう。さあ、というわけで今回は新キャラよりも、場外に出る方法を探していきたいな。新キャラもできれば取りたいけど、とりあえず場外に出る方法を探そう。とりあえずこの辺からこっそり移動していこう。見てるからね。うわ、見てる見てる見てる。あー、来るよ。来ようとしてる。待って、まずい。あー、入ってきた。絶対来る気だ。多分この辺から出てたんじゃない？さあ、というわけで端っこまで来た。この辺じゃない？この辺フェンスないよ。わ、ほんとだ！なんか行けそう！行けるかな？ちょっとここに上がって行ってみるか。おし！え、こっから出れる？あははやばい、みんな落ちたここじゃないのか。きっとここじゃないな。あ、でもなんか上がれないかな、この辺から。お、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 いい感じだぞ。お、お、お、登れそう。挟まってる。登れそうだけど無理か？なんか無理っぽいな。
挟まっちゃった、みんな。ラケットがふやけるだけかもしれない。あれは？あ、なんかある。あ、玉ねぎだ。わ、ほんとだ。今までなかったんだ、玉ねぎ。おお、やった。たまたま見つけた玉ねぎ。さあ、みんなもう一回。あ、お兄ちゃん、さっきの人じゃない？あ、ほんとだ、カップケーキだ。この人についていけば、外に出る方法わかるのかな？あ、やっぱりこっちなの？え？あ、こっちなんだ。え？さっき失敗したけど、俺。そんなうまく登れる。え？そうなの？カップケーキは登れるんだ。おお、カップケーキは体が平たいから登れるってこと？アスパラガスも行ってたから、アスパラガスも行けるのかな？お、なんかカップケーキ上がってるよ。なんでカップケーキ上がれるの？お、お、なになに？なんかいけそうでいけないね。さあ、というわけでみんなやってきたよ。今回アスパラガスで再挑戦だ。お、さっきアスパラガスも行ってたから、もしかしたらいけるかもしれない。おし、みんな協力しよう。協力する人いるかな？おネギも来たよ。ネギももしかして目指してるんじゃない？さあみんな、アスパラガスでいけるか検証してみよう。どうやって行ってたんだろうね。なんか登り方があるのかな？よくわかんないんだけど。あ、待て、この人こっちから登った。え？そんなことできんの？なるほどね。こっちから登るんだ。カップケーキの人も来た。あ、登れた。あ、みんな今登れたよ。来てる来てる来てる。え、待って、そういうことか。アスパラガスは横から登るのかな？カップケーキは正面から？あー、見つかった。さあ、みんな来たよ。今回はもう一度挑戦します。わ、かわいいカップケーキ。なんか登りそうな気がするね。カップケーキはなんか正面から登ってたから、どういう技を使ったのかわかんないけどね。ちょっとやってみようか。本当に登れるのかな？さあ、やっていきます。え、本当に登れる？あ、なんか本当だ、いけそう。おおお、なんで？なんでカップケーキいけるの？あー、すごい、登ったみんな。あ、あ、待って、足挟まった。危ない危ない。ちょっと待って、どうすればいい？おしおし、あ、やった。え、みんなカップケーキなら簡単に出れたやった、見よう。なんて書いてる？公園の整備工事を行っております。令和〇〇年〇〇日まで。なるほど。電話番号は000だから全部かけられないけど。お、なんか落ちてるんじゃない？これ今後のアップデートで出る可能性あるのかな？え、道路出れるの？めちゃくちゃ障害だやばいじゃん。え、なにこれ、すごい。あ、来た、アスパラも来たよ。どっから来たの？アスパラでも来れるんだね。できるとこまで行ってみようか。え、面白い、冒険しよう。ここは作ってる途中なのかな。ちょっと画質がモケモケだけど。よし、完全に新しいマップだ。あのポストぐらいまで行っちゃおうか。さっきここの画面を見てたのかな。アスパラがペタペタ来てるんだけど何あのバタフライみたいな動き。さあ、ここは何だろうね。何の建物だろう。あ、なんか書いてる。サントリーニ。何サントリーニって、みんな知ってる？サントリーニって。あ、この建物の名前かな。で、あ、ポストがちゃんと日本郵便って書いてる。すごい。で、多分向こう側行きたいけど、全部建物でびっしり埋まってるね、隙間が。うわ、ほんとだ。なんか埋められてるね。ちゃんと埋まってるね。あ、自販機、自販機。さあ、もうみんなここバレないから。探偵来てないよね。探偵みんな公園の中だから。やった。ずるすぎる。さあ、あ、30% オフなんて見たことがない。100円の自販機はあるけど。はっ？なんで？いや、探偵の隣に、ちょっとごめんねやめてなんで行き過ぎたのかな。許して許して許して。あ、そう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 、こっち飛んでこないでね。ギリギリ攻めるよ。あ、あ、やめてやめて。あ、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 やめない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 。そう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 。危ない危ない。なんだこれ、なんで飛んだんだ。あ、まずいよ。来た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 。うわやめて、うわやばい。じゃあみんな今回反対側行こう。おし、時間今回ちょっと
たっぷりあるから、できるだけ高速移動だ。お、反対側行ってないね。ちょっと自販機あるんじゃない？自販機あるかな？とりあえず行ってみようか。もしかしたらどこかにワープされるかもしれないから、ワープされるところまで行ってみるね。さあ、とりあえずここは、お隣は普通の一軒家かな？移動します。あ、入れるかも。わあ、すごい！人の家の玄関だ。おお、なるほどね。閉まってそうだな、さすがにね。ちょっと入れるか試そう。もうジャンプできなくなっちゃうから、残り9秒ぐらいで。おし、ギリギリジャンプできた。どうかな？あ、入れないか、さすがにね。ここは登れないか、カップケーキでも。もうジャンプ禁止だから。じゃあ、さあ、この隙間、あ、この隙間も入れるんだ。じゃあ、ここに隠れれば、もし卵来てもバレないかも。わ、卑怯すぎるね。さすがに。ちょっとこの外側も行ってみようか。おひ、じゃあみんな、行っちゃうよ。うわ、卵、ぴょぴょしてるのが見える。こんなに遠くにいたら絶対に割れないもん。さあ、来た来た。すごい形の家があって。あ、で、自販機だ。これ以上奥にいたら多分飛ぶんだよな。自販機のメニューだけ見たかったけど。なんか韓国語だ。読めない。わ、ほんとだ。わ、さっきと同じ自販機だ。多分一緒だね。多分こっち行くと終わっちゃうんだよな。この辺ぐらいで飛んだ？さっき。飛んだら怖いんだよね。卵の目の前だから。たまたま飛んだのかさ、どうなんだろう。ああ、やっぱり飛んだ。あはは、殺された。ど真ん中にね。取れるかな？取れそう！取った！やった。かわいい。安全第一卵ね。はい、というわけでみんなどうだった？今回取れたのはアスパラガスと安全第一卵かな。大根はもうちょっと頭の大きいパンとかでいったら取れるのかな。あ、何？え？お手紙あった。コンソメちゃんへ元気ですか？僕は元気です。またうつしおくんとコンソメちゃんで遊べる日が来るのを楽しみにしています。のりしおより。え？何これみんな。なんかポテトチップスの味みたいじゃない？フレーバー？なんか秘密の手紙見つけられたね。またこういう面白いね、裏技とかあったら、プレイして探してみようかな。確かに、面白いね。あ、というわけでね、秘密のお留守番、やってるよ、知ってるよって人は絶対に高評価お願いします。というわけでね、他のロブロックス実況も絶対みんな見てね。いつもみんな見てくれてる人はありがとう。コメントもよろしくね。じゃあ、またなー。